皆さんこんにちは、こんばんは。さて本日は NBA 現役シューティングガードランキングトップ10、 NBA 初心者の方、バスケ初心者の方にも分かりやすくフリップも交えて選手解説やっていこうと思います。ラジオ形式でも大丈夫なようには作っていますので、ぜひ開幕前にトップ選手だけでも覚えていってください。それでは行きましょう。でこちらの動画シリーズ動画となっております。昨日ポイントガードランキングの動画も上げておりますので、ぜひお時間ある方は再生リストからそちらの方もご覧ください。またこのランキング動画のルールこちらとなっております。全部説明すると長くなるので省きますが、私のチャンネルはポジティブなコミュニケーションをモットーとしていますので、あくまで個人的なランキング動画となっていますから、自分の意見を押し付けたい方、レスバをしてしまう方、コメント欄で見つけ次第ブロックさせていただきますのでご了承ください。それでは行きましょう。では第10位から、ブラッドリー・ビール、フェニックス・サンズ所属、レーティングは 72B。 本来の彼の実績だったらこの順位に来るのはね、ちょっと驚きなんですけど、さすがに去年劣化しすぎましたね。もちろん長年ウィザーズにてエース張ってた時期が長いから、いきなりサンズ来てね、3番手やれっていうのは難しかったと思うんですけど、怪我もあったりとか、なかなかブッカー KD と3人同時に立ってると置物になってしまったところがあって、スタッツが軒並み低下してしまいました。確率とかはそんな悪くはないので、役割が減っただけみたいなところもありますけどね。本来だったらクリエイト、ミドルとかもめちゃめちゃうまいスコアラーで、ある程度セカンドハンドラー、プレイメイクも得意ですけど、サンズは去年ね 1.5 番とか2番の選手ばっかで、ビールもその1、みんなサイズが中途半端に足りないって状態だったので、要所でリムプロテクト、リバウンドが弱くなったりしてしまいましたし、まあ例年通りビールもちょっと怪我とかが多かったかなという印象でございます。しかし今季からタイヤス・ジョーンズっていうね、正ポイントガードが入りましたので、もしかしたら6番に役割変わってスタッツは減るけど生き生きする可能性はあったりしますね。続いて第9位、タイラー・ヒーロー、マイアミ・ヒート所属、レーティングは 73B。 実績は全然 B の方が上だし、出場試合数も B の方が若干上でどっこいではあるんだけど、まあ、出てる時のインパクトは僕はヒーローの方が昨シーズンに関しては上かなとは思いました。2シーズン前はね、6万賞も取った人物で、ザ・スコアリング・シューティングガード、3ポイントとかも得意っていう選手なんですけど、昨シーズンはちょっと怪我に泣きましたね。例年多いプレイヤーではあるので、出場試合っていうところと、まあ、スコアリングってところもちょっと安定感はなかなか得られないかなというプレイヤーでございます。あとヒートはね、ヒートカルチャーっていう頑張るディフェンスシステムがあるので、隠せてはいるけど、やっぱり対人ディフェンスとかミスマッチは狙われてしまうような選手ですね。で昨シーズンのヒートはね、そのプレイオフ頑張りすぎたせいもあるんだけど、主力の怪我がすごい多かったので、まあ、ヒーローを含めてもう少しステップアップはしてほしかったですよね。出てる時はすごいんだけど、それをレギュラーシーズン安定してやってほしいってところ、あとロジアが途中から加入してきて、お互いディフェンスレスな選手、そこも合わせるの難しかったですね。第8位、CJ マッカラム、ニューオリンズ・ペリカンズ所属、レーティングは 74B。 彼の場合の8位の評価点としては出場試合数ですね。もうポイントガードランキングでもやったけど、僕はレギュラーシーズン安定して出れるかどうかっていうのは結構重要視してます。ただ昨シーズン彼ポイントガードやってたんですよね。ペリカンズ控えのガードも含めてアルバラードしかいなかったので、本来マカラムポイントガードにしようか迷ったんですけど、今季からデジャンテ・マレーがトレードで加入するから、まあシューティングガード戻るだろうなっていう、まあデジャンテもシューティングガードじゃねえかとか怪しいんだけど、まあ彼の本職シューティングガードですから、今回はこのポジションで行かせていただきます。で彼もクリエイト得意だし、セカンドハンドラーこなせるほどハンドリングに秀でている。本当にワンワンスキルとかはね、言い過ぎかもしれないけど、カイリーとかに匹敵するレベルだと思います。マジでバスケが上手いタイプの選手。そしてスリーポイントも得意。ただ先ほど言った通り、メインハンドラー、ポイントガード任せるほどプレイメイク能力高いわけではないですね。あとディフェンスでは穴になりがちなプレイヤーですね。まあ、この手の2番選手にありがちなスキルセットではあるかなと。ちょっとオールスターにも出たことなくて、なかなか不遇なプレイヤーですからね、デジャンテ加入してちょっと役割減るかもしれないですけど、逆に負担が減って来季生き生きしてほしいですね。ちょっと報われてほしい。第7位、ジェイレン・グリーン、ヒューストン・ロケッツ所属、レーティング 73B。 見てくださいよ、82試合出場というところで、やはり僕は稼働貢献を評価いたしますが、ジェイグリが頑張ったのはシーズン後半なんですよね。前半中盤っていうのは、まあ、シェン軍が主役級すぎて、グリーンの役割が減ってしまった。ちょっとトレード噂が囁かれていたところ、シェン軍離脱によって覚醒したから、まあ、そこの差し引きマイナス稼働貢献というところでこの順位にいたしました。まあ、彼もよくあるスコアリングガードって感じですね。まあ、もうビールが若い時のプレイスタイルそっくりです。ちょっと正確性、効率性っていうところで他のプレイヤーにも劣る部分はあるんですけど、爆発力は半端ない。まあ、だからこそ弱点で言うと安定感であったりとか、まあ、もうちょっとビールとかこの後出てくるブッカーみたいなプレイメイク能力がつくとより良いんじゃないかなと思います。まあ、シェン軍のプレイスタイル鑑みても、ジャマールマレー見たくなれればね、今後も構想に含まれるけど、もうトレードの噂が止まないですね。ウィットモアとか今年リードシェパードって同じ選手も取ったから、もしかしたら来季中にロケッツからいなくなる可能性は全然あるかなと思います。第6位、デズモンド・ベイン、メンフィス・グリズリーズ所属、レーティングは 74B。
いやそうなんだよね、ジェイグリとかマカールムに全然出場試合数出てないのになんで順位上なんだってところで言われると俺も苦しい。いや本当にね、昨年のタレントあるシューティングガードみんな出場試合数少ないのけど実績とかもあるし、まあ最大風速加味してもうーんって困った。まあでもデズモンド・ベイン僕が評価したのはディフェンスですからね、 3&D タイプです。彼は今まで話してきた3人のシューティングガードはどちらかというとスコアリングよりでディフェンスはまあ得意な方ではないけど、ベインは3ポイントとディフェンスを両立できるタイプ、フィジカルも強いのでそれを生かしたある程度ドライブとかもできます。でランニングシューター運用もね、グリズリーズシューターが少ないチームですから戦術的には有用でございます。まあ、弱点はそんなにないプレイヤーなんですけど、ウィングスパンが短いんですよね。本来腕短かったらディフェンス悪くなりがちなんですけど、けど彼はむしろいいっていうところで不思議なプレイヤーでございます。でベインに関しては正直結構怪我軽かったらしいんだよね。けどジャガ出場停止処分受けてたりとか、戻ってきてもすぐ肩の怪我で離脱とかして、アダムスもなかなか戻ってこないとかで全然グリズリーズ勝てる見込みないから、チーム的にも1年タンクするかってところで、まあベインも無理しなさんなってところでちょっと無理やり休まされた感じもあるから、まあそこも考慮した上でこの順位っていう感じかな。出てる時間帯普通にオールスター級でしたからね、今年グリズリーズ普通に勝ちに行くと思うので、もし順位高かったら初オールスターもあり得るかなとは思います。第5位、ジェイレン・ウィリアムズ、OKC サンダー所属、レーティングは 75B。 いや、レーティングマジでどっこいなんだよね、みんな。本当に順位つけるの難しかった。みんなもやってみてください。はい。私のチャンネルでは、まあ、大阪直美に顔が似てるので、相性は直美と言っております。これからの動画でも直美って言ってきますね。なんか見えないですけど、実は彼、今季でやっと3年目ですからね。ルーキーから普通にいいプレイヤーだったんだけど、2年目で大ブレイク。SG が平均30点取ってたから、彼のスタッツはね、20点も乗ってないですけど、普通にオールスターレベルで上手いです。まあ、彼は今まで言ってきてプレイヤーと違って3ポイントも上手いけど、どちらかというとドライブしたい。今回のシリーズ動画では一応ジェイレン・ブラウンはスモールフォワード扱いにしてるんですけど、 JB にめちゃめちゃプレイスタイルはそっくりですね。でウィングスパンも長いからディフェンスもある程度得意、書いてないですけどある程度プレイメイク能力もあったりします。弱点のないプレイヤーっちゃプレイヤーなんですけど、ちょっとプレイオフでは苦戦してましたね。まあ、2年目のプレイヤーにねそこまで求めるなって話ですから、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、今季できれば挽回したい。で3年目経験も徐々に積んできていますから、もし今年サンダーが西1位とか2位とかになれれば、オールスター選出もありえなくはないかもしれないプレイヤーでございます。第4位、ミカル・ブリッジス。昨シーズンはネッツ所属だったんですけど、今オフトレードでニックス所属になりました。レーティングは 76B+。もう彼の場合は全然怪我しませんから、4シーズン連続で欠場なしです。なんならサンズからネッツにトレードされたシーズンはね、1試合謎に増えたせいで82試合だったところ83試合出ましたからね、レギュラーシーズン。はい、今まで言ってきたシューティングガードのスコアリングプレイヤーと違って全然怪我をしません。で、結構理想的な 3&D タイプの選手ですね。コーナーウィングからの3が得意で、ディフェンスもウィングスパンとフットワーク活かしてめちゃめちゃ得意。ガードからウィングまで守れるプレイヤーでございます。だけどまあクリエイト能力ですね。スコアリング能力ないわけじゃないんだけど、エースやらされるとさすがにマークきつすぎて、そこを打開できるスキルはないって感じかな。まあ、だからこそサンズでの2番手3番手4番手とかが一番いいポジションなので、まあ、ニックスに来た以上はそのポジションに戻れると思います。スタッツはもしかしたら落ちるかもしれないけど、スキルセット的には今リーグで一番貴重なポジションとも言われているので、どうなるか楽しみですね。オールスターに選ばれるとかはないかもしれないけど、ベストロールプレイヤー賞とかあればあげたいプレイヤーになるかもしれませんね。ではトップ3に行く前に、惜しくも枠11位以下になっただろう選手のご紹介でございます。セルティックスのデリック・ホワイト、オリンピックにも出ていました便利屋系の選手なんですけど、スターポテンシャルはないよねっていうところで、そこで評価を落とさせていただきました。僕基準で申し訳ないですけど、まあでも去年のシューティングガードめちゃめちゃ怪我してる選手多かったから、もしかしたら人によってはトップ10入れる人もいるかもしれませんね。あとは出場試合数の基準を満たしていればザック・ラビーも入ってきたかもしれないですね。もう昨シーズンはほとんど出てませんから、今回の基準的にランキングに入れることはできませんでした。まああとね、ポジションが怪しい選手多いんだよね、シューティングガード。そのポイントガードなのかスモールフォワードなのかわからなくて、まあ一応はっきりさせておくと、デジャンテマレーとかは去年はシューティングガードだったけど、来季からポイントガード務めると思うし、本職はポイントガードなので、今回はシューティングガード扱いしてません。まあジェームズハーデンも同様ですね、ポイントガードだと僕は思っている。 RJ バレットも人によってはシューティングガードだけど、まあスモールフォワードにしたかな。まあコビーホワイトもポイントガードだと思ってます。ハーバートジョーンズもね、トレイマーフィーとどっちがシューティングガードってところで悩ましかったんですけど、今回はスモールフォワード扱いとさせていただきました。まあキャム・トーマスも難しいよね。サイズ的にはポイントガードなんだけど、ポイントガードできないんだよね。だからシューティングガードって人もいるから、もしかしたらキャム・トーマス、ブラッドリー・ビールの代わりに言える人もいるかもしれないですね。まあここら辺は皆さんの意見は教えてください。押し付けはしないでくださいね。そこの意見とかは参考にさせていただきますので。
第3位、ドノバン・ミッチェル、クリーブランド・キャバリアーズ所属、レーティングは 92A+。ちょっと昨シーズン怪我が多くて出場試合数はね、アワード受賞基準までは届いていないんですけど、やっぱ4位以下の選手と見比べると、このシューティングガードポジション、3位以上の選手とかなり差があるかなと僕は個人的に思っています。で、このミッチェルはキャバリアーズのエースとしてね、あだ名はスパイダー。とんでもない身体能力を誇ってますからね、本当にぶっ壊れなレベルです。身長も190センチって書かれてるけど、俺185ぐらいだと思うんだよね。めっちゃちっちゃいけど、ウィングスパンが2メーター超えているのと、そのジャンプ力で全然カバーできる。そして、ある程度ポイントガードも務められるほど、ハンドリングであったり、プレーメイクも上手い。で、外のシュートも上手いというところで、シューティングガードに必要なスキルは全て揃っているんですが、ちょっとキャバリアーズのオフェンスシステム的に、困ったらミッチェルが打開する。で、アイスを偏重になってしまうので、ボールムーブメントが停滞するシーンっていうのが昨シーズンキャバリアーズ目立ちました。そこでオフェンス困って負けちゃうシーンとかもあったので、今年からキャブスヘッドコーチ変わりますから、そこがどうなるか注目ですね。まあ、あと心配なのはね、ガーランドとどっちかトレードするんじゃないのっていうところで、ミッチェルの方は延長契約勝ち取りましたから、ガーランドがトレードされてないところを見ると、今シーズンもアンダーサイズの2ガード体制。ミッチェル身体能力ウィングスパでカバーできるとはいえ、2人もサイズの低いガード並べてどこまでいけるかっていうところは心配っちゃ心配ですね。ではトップ2の発表ですね。第2位、デビン・ブッカー、フェニックス・サンズ所属、レーティングは 93A+。まあ、ほとんどどの番と差はないとは思いますけどね。僕もレーティング1しか違い作ってないので。ただ、ブッカーの方がスタッツ若干いいし、出場試合数も68というところで、稼働はどの番よりは全然上ですね。長所は D ブックに結構まとめてますね。あらゆるシチュエーションでクリエイト能力は高いし、ミドルレンジ帯でのシュート力は抜群。スリーポイントも 40% には乗ってないですけど、普通に得意な部類ではあります。そして、クラッチ力強いですね。かなりメンタルの強いプレイヤー。セカンドハンドラー任せられるくらいにはハンドリング能力、プレメイク能力も高いんですけど、昨シーズンサンズメインポイントガードというかピュアポイントガード不在でしたから、デビン・ブッカーがほとんどポイントガードやってた限界はありましたね。悪くはないけどみたいな。なかなかダブルチームハードショー来られると困る部分は多かった。で、そのプレメイクの負担が増大したことによって、オリンピックのブッカー結構ディフェンス良かったじゃないですか。レギュラーシーズンとかのブッカーはそこまでディフェンス体力とか残ってなかったんで、いい印象はないですね。悪くもないくらいだけど。けど今シーズンにサンズはピュアポイントガードのタイエス・ジョーンズ獲得しましたから、そこの負担が減るというところで、ブッカーはディフェンスだったりクリエイト、スコアリングに注力できるっていうところで、来シーズンのブッカーはより良くなるとは思いますね。ただやっぱ1位の選手の方が穴が少ないかなというところで彼にいたしました。流行るシューティングガード第1位、私はアンソニー・エドワーズにいたしました。所属はミネソタ・ティンバー・ウルブズ。レーティングは 95A+。まだ23歳ですが、次世代のアメリカ代表のエースを担っていくプレイヤーと評されております。まあ、スタメンはブッカーでしたけどね。まあ、それはベンチの得点源というところで、アントの方が控えに回されていました。長所は金徳、アントマンつけております。ドノバン・ミッチェルとプレスタイルに似てますね。身体能力を活かしたドライブとかが持ち味なんですけど、まあ、別にジャンプシュートも得意というところで、クリエイト能力全般高い。で、ミッチェルもディフェンスは上手い方だとは思うんですけど、アントの方がディフェンスは上手いですね。読みとかってよりはもうサイズ、身体能力、フィジカルを生かしたチェイスディフェンスが得意。ウルブズ自体のディフェンスレーティングも昨シーズン1位ですからね。まあゴベアが後ろに控えてたとはいえ、アントマンのペリメーターディフェンスも大いにその一員とはなったでしょう。で、オール NBA セカンドチームにも選ばれております。ただ短所としてはプレーメイク能力はブッカーとかドノバンよりは低いですね。まだ経験不足、若いっていうところもあるとは思うんですけど、スコアリングとパスっていうのを両立できない、自分が攻めるぞっていう意識を持ってしまうと味方に対する意識が薄れてしまうから、ダブルチーム来た時とかちょっとオフェンス苦しくなった時にパスが雑になりがちでございます。まああといい意味でも悪い意味でもエゴは強いですね。僕は評価している部分ではあるんですけど、自分を出しすぎてしまって試合を壊してしまう時もあります。まあでもそのプレーメイク能力の低さ差し引いても、その他のオフェンス能力、ディフェンス能力は僕は現 NBA ではナンバーワンのシューティングガードかなとは思っております。攻守の意図は理想的ですからね。もしウルブズが来季西1位とか獲得したら、全然 MVP 候補にも名前が上がる可能性があります。ここまでご視聴ありがとうございました。まとめるとこんな感じですね。まあ、全然コメント欄で、いや、この選手はこの選手は上だよねっていう議論があってもいいとは思うんですけど、他人の意見は尊重しちゃいましょうね。文章表現には気をつけましょう。ぜひ、ポジティブなコミュニケーションをして、建設的な議論だと助かります。で、明日以降も続きのポジションランキング動画上げていきますので、オフシーズンの暇つぶしにちょうどいいと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、また別の動画でお会いいたしましょう。さよならっす。